ここは非常に腹立たしいのはね、はい、日本のメディアがだらしないのよ。メインのテレビ局とかね、それからそのドラマなんかにジャニーズのタレントがいっぱい起用されるわけだけれども、はい、そういう力関係の中で、うん、やっぱりこう分かっててもこれを取り上げられないっていうかね、うん、他の新聞社もそうだけどあんまり扱わないでしょ。ずっと本当の今回のきっかけなんてのは BBC ですよ。 BBC が本腰を入れたドキュメンタリーを作ってね、 J-POP 界の秘密のスキャンダルっていう、まあセンセーショナルな、これをね、まあ、やったということが大きなきっかけになって突破口になってるんだと思うんですよね。そうですね。この中で何言ってるかというと、50年以上にわたってですよ、50年以上にわたって日本はこの北川氏の暗部を隠し続けてきたと。で2019年に亡くなった後ですら日本のメディアは多くは沈黙を保っている。日本のメディアが反省しなきゃいけない。ニュースオペードスタートです。